君が好きだ。嘘つきのくせに、信じさせてくれなかったくせに。なら信じさせてやる。そう、嫌なら避けろ。こんな風に言い合っても、それでも俺は変わらずエミリアを好きなままだ。それは何があっても変わらない。前より好きになるぐらいだ。だから俺は君のことをずっと信じてる。どうしてかって言うなら、好きだから。知らない記憶が溢れてきて不安に思って怖いのも当然だ。でも歩いた道は消えない。エミリアは大丈夫だよ。どうしてそんな風に言えるの？大事なのは最初じゃない、最後だからだ。俺の世界一尊敬する女の人が言ってた。大丈夫だよエミリア、俺はお前の味方だ。何でも思い出したらいい。それでもまだ怖いなら見つけよう。見つけるって何を？俺がエミリアを好きな気持ちで突っ走れるみたいに、エミリアもいろんな不安を蹴っ飛ばして突っ走れるようになる。大事な気持ちをだよ。その大事な気持ちが俺に向けられるのを期待したいとこだけどね。私の大事な気持ち、この記憶を全部取り戻した中にあるのかな、私の大事な気持ち。ああ、きっとあるぜ。歩き続ける理由が。